いらっしゃいませ、お客様。仮想ガールズバー、まどろみへようこそ。ご注文は何になさいますか？生ビールをジョッキで。かしこまりました。ちょっと暑くなってきたので、冷たいビールがさらに美味しくなりましたよね。日本の有名なビールメーカーでいうと、アサヒ、キリン、エビスなどなどいろいろありますが、お客様はどこのメーカーのビールが一番お好きですか？私は軽く飲みたいなーって時はアサヒで、食事と一緒にどっしり飲みたい時はエビスが大好きです。さて、ビールといえばサラリーマン。今日28日、サラリーマン川柳コンクール、通称サラ川の人気投票結果が今年も発表されましたね。結構毎年楽しみなサラ川。家庭、職場で感じる悲哀や加速するデジタル化への戸惑いを歌った中高年の作品が上位を占めました。首位は去年のラグビーワールドカップになぞらえた50代男性の作品です。我が家では最強スクラム、妻娘でした。2019年10月の消費税増税に伴うポイント還元制度で普及が進むキャッシュレス決済への困惑を描いたのは、おじさんはスマホ使えずキャッシュですが4位にランクイン。あと、登録がストレスだらけのキャッシュレスが7位にランクインしました。5位のタバコやめ、それでも妻に煙たがれは、一念発起してタバコを絶ったものの妻の共感を得られない寂しさを嘆いております。それと、いわゆる老後資金2000万円問題も関心を集めていて、足りないの？そもそもないよ2000万が6位にランクインしました。他にも2位はパプリカを食べない我が子が踊ってるっていう20代女性の句がランクインしました。野菜を苦手とする子供がヒット曲に合わせて踊る姿を嘆いてますね。3位の話聞け、スマホいじるな、メモですがっていう40代男性の句は、 IT 機器をめぐる上司と部下の世代間ギャップを表現したものなど面白いものが多かったです。ランキング圏外ですが、もう来たの？ Uber Eats と我が夫っていうのが77位。居場所なく近所のベンチでテレワークっていうのが92位にランクインしていたり、今の暮らしに通じる内容も多く見かけられました。第一生命の今回のサラ川の担当者、和田康文さんは、コロナで働き方やコミュニケーションの取り方が変わりました。次回はコロナを受けた新しい生活のあり方の句が読まれそうです。と話しております。お客様もコメント欄でぜひ一句読んでみてください。バーまどろみでは、美味しいお酒と一緒にいろんなお話ができたらと思います。それではまたのご来店お待ちしております。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。